京神都市間鉄道は中華人民共和国の北京、天津間を結ぶ高速鉄道である。北京、上海間を結ぶ京古高速鉄道計画を最大の目標とする中国の高速鉄道整備の初期の区間として、また今後の中国での旅客専用高速鉄道網の試験プロジェクトとして2005年7月4日に着工された。2007年12月10日に北京地区で 12月16日に、天津地区で観光。旅客列車専用で、路線の延長距離は 116.907km。建設費は14億3000万人民元である。2011年6月に開業した軽小高速鉄道も天津市を通るが、京新都市間鉄道とは別線である。北京川始発駅は両路線とも、北京南駅であるが、天津川の駅は、 京古高速鉄道が天津西駅と天津南駅であるのに対して京新都市間鉄道が天津駅となっている。2008年8月1日から運行を開始しており、路線の最高速度は時速 350km であるが営業運転では時速 330km を上回らない。電化方式は交流電化 25KV。設置駅は北京南、また小、A 楽。 武清天津となっている。北京側のターミナルである、北京南駅は、日本円で920億円に上る、大規模な改良工事が行われ、2009年には、北京地下鉄4号線の駅も開業した。天津側ターミナルの天津駅には、天津地下鉄2号線、3号線と、津浜景気が接続している。京新都市間鉄道の路線は、 中国側2社とドイツのシーメンスの連合企業が信号通信、電気設備などを受注している。車両にはアイス3タイプの CRH3 と日本の技術に基づいた CRH2 が投入されている。このうち CRH2 については安全走行可能な設計上の限界速度を超えた速度で運行がなされており、これについて技術協力元である 東日本旅客鉄道と川崎重工業からの抗議を受けたことから2009年2月までにすべての CRH2 が打った路線へと転属された2008年6月24日に CRH3 が中国国内での鉄輪式としては最高新記録となる時速 394.3km を記録した2015年9月20日に延伸線である 津浜都市間鉄道が開業し、天津市中心部から海に面した浜海深区まで23分で結ばれるようになった。2018年8月8日、時速350キロメートルでの営業運転を再開した。天津駅で出発を待つ中国港。ありがとうございます。